メージを知っていただくためにも、私がこれまで占ってきた 中でも印象的なものを少しご紹介したいと思います。お客様の占ってほしい内容としては、お世話になった方に会いたいっていう内容だったんですけれども、それを占ったところ、このように現在がページのサイクル、過去がアークの4番、未来がポットの4番、アドバイスがタブレットの5番というものが出ました。とても印象的だったのが、このアドバイスのタブレットの5番でした。でこれから判断していくと、この会いたいという方、ただそういう情報だったのですが、とてもなんか大きな組織のリーダーということがこの内容から分かりました。このように与えられた情報以外の深い情報までタロットは教えてくれます。で現在にこのポットのページが出たということは、これは会いたいそのお客様ということを表しているようです。この過去の方はこの会いたいない人の状況を表しているようなんですけれども、この未来のカードを見ますと、あまり良くない状況で、なんか、迷路に迷い込んでいるというような状況で、おそらくこの人は高齢で病気で、もう段階的にはちょっと最終段階に入ってるのかなっていう印象を受けました。でこのアドバイスなんですけれども、このタブレットの5番というものが出た時に少しこう驚いたんですが、周りをこの人の周りを固めているという、そういうイメージが出ました。でこのようにこの方は純粋に会いたいんですけれども、周りが合わせようとしていなくて、この方はこの人のことを慕っているもので、ただ純粋に会いたいのですが、周りが何かを要求されるのではないかと、そうとても不安になっているということが出ました。このことをお伝えすると、とても驚かれてました。で、これは補足になるんですけれども、この過去に4番のアークが出たんですけども、これはブリル教会のリーダーですね。これはアスカファンだったら、とてもピンとくるかと思います。大きな組織のリーダーで、引退されている方なんですけれども、という暗示を含んでいる意味として出てきたと思います。こちらはおなじみのサイクロー君ということで、このお客様のことを指しているというふうに取りました。で、アドバイスのこのタブレットの5番はもう、これは本当にピンとくるかと思うんですけれども、ヤタガラスのカラステングということで、このリーダーの周りにを固めているというようなイメージを持ちました。未来の位置にポットの4番というこのカードが出たんですけれども、こちらはカブレラストーンというアスカファンでしたらピンとくるかと思います。これが本物か偽物かということなんですけれども、やはりこの場合からすると迷路に迷い込んだ、意味がわからないような、本当にあるのかどうかという確信ができないというような意味に私は取りました。次は2020年の東京オリンピックは行われるかどうかを占ってみました。現在、過去、未来、アドバイスと並びましたね。が1番のこの現在の位置にはアークの7番の逆位置が出ました。で過去はロットのマルキス、未来にロットの9番、アドバイスにロットの7番が出ました。この全体的にオリンピックということを見ますと、あんまりなんか楽しいような、そういう状況ではないっていうのが本当に伝わってきて、で現在はこのアークの7番というノアの箱舟の絵柄が出ました。これの逆位置で出ましたので、なんか別の方向に逃げたり、不相応な扱いを受けてたり、そういうことがすごく感じられて、で過去はこの
ロッドのマルキスが出ましたので、ずっとなんか監視されてるかのような、なんか何かの管理下のもとに置かれてるような、そんな印象を受けました。まあ、加藤というキャラクターは大きな組織の一員でもあって、何かをちょっと常に監視してるようなイメージも持ちました。で、未来はロッドの9番なんですけれども、これは諸葛孔明ということで、未来はなんか知的な努力というか、争うことなく解決するような、そんなイメージが持ちました。で、アドバイス的にはこのロッドの9番で、これはロンギヌスの槍ですね。これは、まあ、キリストが本当に亡くなってるかどうかを確かめるための槍ということなので、何かすぐに確かめなきゃいけないことがあるのだろうかということをすごく感じました。やはりなんか不利な立場に置かれてるなっていうのをすごく感じて、無事行われるかどうかがすごく心配になってきました。次の例は、本当に行きたい場所、本当に旅行するのに値するような場所が自分にはよくわからないという方の、ご質問でした。現在の位置に大アルカナの女教皇卑弥呼が出まして、過去がタブレットのページの逆位置、未来がリュークのポット、アドバイスに15番大アルカナのデビルが出ました。で、本当に行きたい場所ということでとても印象的だったのが、現在この女教皇の卑弥呼というものが出たんですけれども、やはり邪馬台国はどこにあるのかまだ定まってはいないということで、現在の状況で出てきたのがとても面白いと思いました。ご自身がなんかとても過去に行ったところを、今までいろんなところに行ったんですけれども、なかなか自分の意見で行った場所というものがなかなかなくて、人に言われて行った場所ですとか、親に留学させられたりとか、そういった場所ばっかりに行ってたので、自分で本当に行きたい場所を探してるっていう意思が出てきたのかなと思います。で、過去はタブレットのページが出ました。これはサイクロー君が逆になってますので、なんか意外な場所がいいのかなっていう。そしてこれはとても驚いたのですが、未来の方にデュークのロッドが出たのです。で、これは小アルカナのデュークには方角がちゃんと振られていまして、こちらのデュークのロッドは東という方向が割り振られています。ですので、東の自分ご自身が住んでいるところから東側の方を探すと、本当に行きたい場所というものが見つかるのかなっていう感じですね。で、アドバイスにはこの悪魔のデビルが出ました。これはそんなに悪い意味で、旅行に行くのが悪いよっていう意味ではなくて、なんか決めるに決められない、この生ぬるいような、そういうイメージで私は撮りました。一番印象的だったのがやはりこの卑弥呼が出てきたということで、この方もとても驚いておりました。やはりこのページが出たということで、なんかこちらの小さい頃とても飽きっぽい性格だったということが、その方のお話から後から聞いた話なんですけれども、そういうことが出てきました。ご両親的には外国とかそういうところで立派にやっていけるような人間になってほしいので、無理無理海外に留学させられた時にあまり楽しい思いをしなかったということがだったということが後から分かりました。このようにご質問以外でも、このカードと照らし合わせていくことによって、このキャラクターですとか、この卑弥呼のキャラクター、そしてこのデュークのロッドの割り振られたこの東という方角から、この方のこれから行く場所というものがなんとなく確定されたようで、とても意味深い占いになりました。